演舞開演。どうも、本日はこちらローソンのサラダチキンパクチーを食べたいと思います。サラダチキンは以前に何種類か食べたことありますが、新たにパクチーなんて出ていたんですね。パクチーと聞くとなんかトムヤン君とかそういうイメージがあるのですが、これはどんなのなのかな。おー、中身はちょっと見えにくいですけど、鮮やかな緑がまかっていますね。おっと、ではいただきます。口調があるとよく聞くのですが、そんなに独特な香りがするわけではなかったですね。ちょっとピリリと辛いかなと思ったぐらいです。まあ、緑で辛いっていうのもちょっとイメージがつきにくいんですが、お肉は相変わらず旨味が凝縮されていて美味しかったです。お肉にちょっと一味工夫をしてみたいという方にはおすすめかもしれませんね。というわけでこちらのテイストを作っていただきました。おぼろ好きサラリーマンかな、ヒアイカのおぼろ好きに何を思っているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。